チェネジーの月川担当、野田翼です。今回はお豆腐塗装してみた編です。それでは Here we go。 そう、スーパー行ったらすごい気になるものが売ってて、2個あったんですけど、2つとも買ってきたので、ザクの豆腐、そして塗装作業のできる、こっちもガンダム系ですね。豆腐、ガンダムにめちゃくちゃ詳しいとかじゃないんですけど、あの塗装がしたいので購入しました。今回はこれを、まあ、こいつ濡れるぞってことなので塗装していきたいと思います。ザクの方が気になるからザク開けよう。かわいい、いやーかわいいな、こうなってる、ガンダムマーク的なねやつだな多分。え、ザクかわいい、やば、まだすぐこういうのに惹かれて買っちゃうのでいいよ。で、彼はこれが塗れると。カレーソース、どうしよう、カレーソース塗るものがないな。でも、あ、開かない、開かない、開かない、どうしよう、よし、開いた開いた。ちょっとザクを右側に追いやってお皿を出したので、ここに彼を出していきたいと思います。え、どう、なんかプチンプリン的なあれじゃ絶対出てこないよね。どうしたらいいんだろう。え、わかんない、どうしたらいいんだ、説明しよう。あ、お、ちょっと頭潰しちゃったかな。うん、合ってる？まあいいや、彼です、彼、まあでもね、形が分かればそれでいいんですよ。塗ります。出し方、綺麗に出せるあれがあったらぜひ誰か教えてください。バター塗るやつ、ペタペタしていきたいと思います。すごいカレーのいい匂いする、今。うん、85点ぐらいの塗装感。なんかめちゃくちゃ綺麗に塗れた人いるのかな。よし、ちょっと食べます。あ、はい、いただきます。私あんまりお豆腐なんか食べなくて、生のお豆腐に醤油かけて食べたりするじゃないですか。なんかお鍋とかお味噌汁に入ってる豆腐は大丈夫なんですけど、生の豆腐がそんなにあまり好んで食べないので、これ美味しい。カレーのソースがちょっとピリッとしてて、でもそんなにめっちゃ辛すぎず、甘口なカレー。めっちゃ吠えるやん。もう美味しい、これ。横顔がかっこいいので、横顔ずっ
して。長くなってしまいそうなので、次回、ザクを食べていきます。ジェネジーの月川担当、野田翼でした。チャンネル登録、コメント、いいねボタン、よろしくお願いします。